オリンピック、すべてのアスリートを応援してあげてください。日本選手を応援するんですけど、日本選手が負けたときは、もう一度、その録画の映像を見て、日本選手を倒した外国人選手が、どんな力を身につけて日本人選手を倒したのかっていうのを見ると、すごいアスリートだなっていう、この俺らが大好きなこの選手を倒したすごい選手がこの国にいるんだとか、でその国の写真とかいろいろ見て、ああこんな国で暮らして日本でトレーニングしてるこの選手を倒す力を身につけたんだなって思うと、その国の文化がちょっと分かったり、その人の人生が分かったりしてファンになれたりとかすると思うので、はい、なんかそういうふうにしてオリンピック楽しんでください。あとちっちゃい国の選手がすごい離されてビリでゴールした時も、その国がどんな国なのか調べて、どんな経済なのか調べて、どんな環境でスポーツやってるのかとか、その国とスポーツの施設の名前とか入れたら結構写真とか出てきたりするんで、日本は本当に豊かで、体育館も競技場も山ほどあって、どの県のどの自治体でもスポーツトレーニングいっぱいできるけど、うん、こんな国でもここまでたどり着く大変だっただろうなとか、こんな国でこのスポーツに出会って磨いて東京にたどり着いたんだなとか、すごいことだなとか、そういうリスペクトを置いてみてほしいし、この人たちがもしかしたらその国ではうちの国の代表がオリンピックに出てるんだっていうニュースで、その国のニュースが盛り上がって人気が出て有名人になって、スポーツを文化として広めてっていうことを多分していく人たちだと思うんで、本当に5人とか10人とかね、3人とかしか出てない国もいっぱいあるから、そういう国の人たちがこうスポーツで国際交流をして、自分の国に豊かさを持ち帰るっていう姿を応援してあげてほしいなと思います。うん、そういうふうに思います。